野村克也28の成績52本塁打135打点。これわらわらわら。獲得するなら年俸どれくらい？ちなみに当時の年俸は1000万円を超えたところ、今の価値にしても1億ぐらいか、安すぎ。野球選手が今ほどの高給取りじゃない時代やしな。特にパリーグは1963年の大卒初任給は1万9000円前後、現在の大卒初任給は21万円前後。すげえな、ノムさん。これは 5.5 億。そりゃソフバン、楽天、巨人、オリックスの争奪戦になるから最低でも7億やろ。ソフバンは喧嘩してるから撤退やぞ。4年20億でも安いと思うわ。広島なら今でも 1.5 億くらいやな。 FA したらえげつない年俸になりそう。なおテスト入団で翌年クビになる予定だった模様。クイックないのに阻止率5割て。あんまり長く買うと幸男結婚イベントが発生して反乱を起こされるやん。しかもこの時のリーグ平均 OPS6 割6分7厘やからな。2019年のパリーグが7割1分7厘。今の球界の保守事情を考えたら8億は余裕やろな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。